はようございます、本日ですね、はい、こちらどーん、カキレポートですね、届きました本日、宮城県から、届きました。ちょっとね、今年ね、本当に11月からやりたかったんですけどね、今年はカキの生育がとても遅いと、宮城県の方にしたってなんかもうなくなっちゃったみたいですね、なんか話によると死んでるとこ多くて、で、やっぱ温暖化なんでね、ちょっと水温が大きいと産卵が、遅れて、そしてこちらじゃーん、はい、現在こんな感じですね。牡蠣ね、本来ならここにぷっくり身があるはずなんだけど、これは、ここだと透明なところが特徴ですね。これは牡蠣がまだ産卵しちゃって、今からこれからここが身になってくるんですね。少しずつこれ身になってくるっていう中で、今はですね、身になってない部分だから、ここはですね、生きてる時は結構ここに海水が溜まってる状態ですね。なんでね、今の状態だと結構塩分が多いと、塩分濃度が高い感じで、ね、ここにお腹にお塩を溜めてる。でそれが、年間1日で200リットル、なんかこう吸って吐いてってことでプランクトンを取ってるね。海の、このプランクトンが少し溜まって、これが春に向けてぷくっと膨らんでくるというふうな感じです。なんで今の時期的に言うと、食べ方としては、まあちょっとね、塩辛いんで、生牡蠣もちょっと塩辛い感じの生牡蠣になります。でガンガン焼きにするしてもね、あんまり火通しすぎると、ちっちゃくなっちゃうんで、一回火を通してちょっとこう、蒸らすみたいな感じでやる感じでいきたいと思います。じゃあ生いきます。宮城県やっぱり塩味がね強いんで、ちょっと洗ってから舐めてくるときはね、洗って、って感じですね。では本日からやってます。で本日は、牡蠣インスタに上げてくれた人、アットメーションでつけてくれてストーリー上げてくれた人は無料で1個と、あとは、あれですね、LINE のお客様には1個プレゼントです。では